はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今日は、まあ、ここ長野からなんですけども、本来なら、直接行ってインタビューをしたいところなんですけども、まあ、コロナ対策ということで、今日はズームを使って、ある問題についてお聞きしたいと思います。日本種を守る会のアドバイザーでもあります、尹薬さんに来ていただきました。早速ですけども、日本全体がコロナのその問題で、まあ、大慌てになっているわけなんですが、その間に国会にいくつかの、まあ、法案が出されて、で、その中の一つで、使用法、そのことについてちょっと尹薬さんにお聞きしたいと思います。はい、こんばんは。それでは今、これからですね、この種苗法の問題についてちょっと考えてみたいんですけども、はい、種苗法、あまりご覧、聞いたことがないっていう方もいらっしゃるかもしれません、はい、その問題からまず、入っていきたいんですけども、はい、もしかしますと皆さんの中には、種子法、一字違いですけども、はい、種子法という、ことについては聞いたことがあるかもしれません、はい、これは2017年、に廃止が決定されて2018年に廃止されてしまった法律なんですけども、この種子法と種苗法一文字しか違いがないんですけども、どういう違いがあるかというと、こういう関係になります。はい。つまり2年前に廃止された法律は種子法、正式名称は主要農作物種子法と言います。この法律と、あと日本には種苗法という法律があるんですけども、どういう違いがあるかと言いますと、まあ、廃止されてしまった種子法の方は、米、麦、大豆、これに限った特別な法律なんですね。この米麦大豆については、都道府県あるいは国の機関がしっかりと、種の安定的生産、まあ、特に都道府県ですけども、都道府県がしっかりと種が足んなくなったら、まあ、私たち飢えてしまうわけですよね、はい、そういうことが起こらないように行政の責任をしっかりと、しなさいという、まあ、行政の責任を定めた法律でした。それに対して種苗法はどういう法律かと言いますと、これは限定がないんですね。お花とか、例えば、キノコ、こういったものも含む野菜もすべて、まあ、すべての農作物を、対象にしたものでして、ただしその中の、登録品種。登録品種っていうのは、まあ、他とはちょっと違う新しい品種ですよってことで、開発された、新しく育成されたものなんですけども、まあ、登録してから25年あるいは30年の間に、その、販売権独占できる、そういう仕組みです。言ってみれば知的所有権、つまりそれを独占できる25年とか30年の間、独占権を持てる、そういうための法律です。そういう新しく作られた、種苗が日本中ちゃんと、まあ、流通していけるようなことを求めたための法律だと言います。ですから、この二つの法律というものは、まるっきり性格が違うんですけども、おととしに、2018年に、このが、種子法が廃止され、今年、実は今の国会で、この種苗法が、これがですね、もう改定されてしまう、そういう状況になってきてしまう、なります。どちらもこれ一つの同じロジック、同じ論理で動いていて、とても私たちの食料に対する、まあ、安全が脅かされる、そういう問題があると言わざるを得ないんですね。そしてですね、この種苗法に関しては、昨日だったか一昨日だったか、もう種苗法は今国会の審議を先送りする、もう次の国会でやるから今回やらないっていう報道がなされたと思うんですね。それをご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実はそれは全く根拠がない報道かもしれません。って言いますのは、与党や農水省は、これもう、この審議入りして、これを変えてしまうという予定でいるらしいです。ですから、この国会で変わってしまう可能性があるということで、ぜひ注目していただく必要があります。じゃあ、これ2年前に種子法がなくなったとき、この種子法がなくなってどんなことが危惧されるか、これは今後起きていく可能性が高いんですけども、つまりこの種子法も種苗法も実際のこういう影響が出てくるためには5年、10年、
あるいは20年というスパン、そういう時間が必要だ、かかると考えられます。この5年、10年かけて、私たちのお米はどうなっていくのか、それを考えたいんですけども、ここでは3つ挙げました。今ではですね、日本全国で300以上のお米が作られている、多様なお米が作られています。しかし、今後、この種子法がなくなることによって、そういう多様な種子がなくなっていく、そういうことが懸念されます。そして、それが少数の企業に独占されて、種の値段が上がっていく、そういう可能性が今指摘されています。何が起こるのか、これアメリカの例を、考えてみると分かりやすいと思います。この、グラフ、ありますけども、このグラフの中で、トウモロコシと綿花と大豆だけの値段が急激に上がっているのが分かると思います。これはなぜか分かりますでしょうか。トウモロコシと綿花と大豆、共通する点って何でしょう。これ3つとも、これ遺伝子組み換えなんですね。そしてこの遺伝子組み換えは、たった4社が 95% を独占してるんです。そのような、強い独占にある、そういう商品っていうのは、もうどん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 値が上がっていくわけです。これに対して、小麦などはあんまり上がってないですよね。なんで上がってないんでしょう。小麦っていうのは、実はアメリカ人の主食です。で、アメリカでは、この主食である小麦は、農家が自家増殖、自家採取しているんですね。独占されてないんです。つまり農家が種を持ってる。それから、公共の、団体、例えば、州政府であるとか、そういったところが しっかりと、種子を生産して農家に提供している。民間企業の独占がまだ進んでないんです。だからこのように安定している、価格が安定してるんですね。日本もこのように、主食であるお米に関しては、種子法があって値段がコントロールされてました。とても落ち着いて値上がりしてなかったんですね。ところが日本政府は日本人の主食であるお米もこのトウモロコシとか綿花、大豆、これと同じようにしていい。そういうふうに決定してしまいました。この結果、お米の値段は今後5年、10年、だんだん値上がりしていく可能性が高くなってきてます。お米の値段が上がるだけじゃないんですね。農業のあり方、食のあり方が変わってしまう可能性が非常に高いんです。なぜかと言いますと、例えば、県から、あるいは農協から、例えばコシヒカリのお米を買ってきた、種もみ買ってきた。それをどのように農家の方が育てようと、これは農家の方の自由です。消費者が原農薬の作って、あるいは無農薬の作って、いいよいいよ、生産者の側が無農薬のコシヒカリを作る。こういうことができたわけですね。じゃあ、これ民間企業の種に変わっていく。この種子法が廃止になったっていうのは、なぜ廃止になったかというと、これまでは国や都道府県がそういうものを作ってたんですね。ところが日本政府は、これをですね、もう民間企業にやらせよう。もう民間企業にやらせればいい。言ってみれば民営化ですね。そういう考えで、これをなくしてしまいました。そうしますと、これから5年、10年、かたてて、民間企業に変わっていくかもしれないんですね。そうなっていくと何が起こるか。民間企業の種っていうのは、これは、県が作っている種とは大きく性格が違います。何が違うかと言いますと、例えばこの住友化学の種もみっていうのは、実は買えないんですね。じゃあ農家どうするんだときに、どうするかと言いますと、住友化学とライセンス契約を結んで、その住友化学の種を増やす、そういう委託労働、そういう委託生産をする、そういう存在に変わっていってしまうんです。これ委託生産ですから、どのように生産するかっていうのはもう住友化学がもう決めてしまうんですね。どういう化学肥料を使って、どういう農薬を使うか、こういったものは住友化学が決めてきます。こうしますと、例えば消費者がこういうお米作ってって言っても、それを分かった分かった。それで、じゃあ原農薬がいいのね。原農薬にしたらどうなるか。これライセンス契約違反になってしまうんですね。そうしますと、もう生産者が自分の生産を決定できない。そして消費者もどういうお米を食べたいか、そういう決定権を失われてしまう。つまり食のあり方を変えてしまう可能性があるんですね。
そういった意味で、種が変わるだけではない、民間企業、つまり県、都道府県から民間企業に移るというだけでなくって、このように職のあり方が変えられてしまう、そんな危険が存在しています。そして今回、種苗法が変わります。どのように変わるのかと言いますと、ここに書いてありますように、基本的に一番注目されるのが、これですね。自家増殖原則禁止。つまり、これ自家増殖って何かっていうと、農家の方は種もみを買ってきたら、それをでお米を作って、お米ができたらお米を売るだけじゃなくって、その中の一部を来年の収穫のために取っておく。来年もう一回その中から使っていく。これを自家採取、あるいは自家増殖って言うんですね。これまでは、これ自家増殖、自家採取っていうものは、買ってきたものであっても、登録品種であっても、自由にできていたんですけども、この種苗法の改定によって、これが、実施できなくなります。許諾を求めなければできなくなる。誰が許諾するのかっていうと、その、お米の種もみの、知的所有権、育成者権って言いますけども、知的財産権を持っている、そのお米を、作り上げた人、新しい新品種を開発、まあ、育成した人、この人に、許諾をもらわない限りは、できなくなってしまう。そういうふうに変わってきます。で、今、この現在の変わる前の、この種苗法にはどんな、制約があるかといいますと、これ、基本的に今の種苗法というものは、農家の権利をとっても大事にしている法律なんですね。そのために、これ、丸と×がありますけども、丸がすごく多いですよね。っていうのは、今の種苗法ですと、かなりできることが多いんですね。つまり、農家であっても、自家増殖できるケースの方が多いんです。しかし、農水省が、それは、その、品種は、自家採取しちゃいけませんよっていうふうに指定すると、それがこのように変わります。つまり、農水省によって指定されますと、その指定された登録品種、これに関しては自家増殖ができなくなってしまうんですね。で、今はこれ、農水省が指定してない、登録品種は、今でもこれ、自家増殖できるんですね。ところがこれ、今度の改定によってどうなるかっていうと、これができなくなってしまいます。一方でですね、この登録品種ではないものは自由に自家採取ができます。そして家庭菜園の場合は登録品種であっても、そうでなくっても自家採取が可能になっています。そんな感じで今は制約が強化されることになります。で、なんで自家増殖、種を取っちゃいけないの？その、種を取っちゃいけないのという理由なんですけども、なんでこの、種苗法を変えようとしているのか、政府が変えようとしているのかというと、このような説明がされています。つまり、韓国のイチゴは日本のイチゴを盗んだ。ピョンチャンオリンピックでカーリングの女子のチームが、もぐもぐタイム、あのイチゴが美味しかった。実はあの韓国のイチゴは日本のイチゴを盗んだものだ。というようなことが言われました。でも実際はこれ違ったんですね。韓国のイチゴは正式に許諾を得て、独自に育種したものであって、日本のものではありませんでした。ここはちょっと嘘があるんですね。これを、まあこれはあんまりもう農水省も使わないんですけども、インターネット上ではこれがまだまだ使われています。でもこれは正しくありません。そして今農水省が盛んに使っている例がこれなんですね。シャインマスカットというブドウがあるんだけども、これが中国に盗まれてしまって、日本の 農業に大きな損失を与えてしまった。だから、こんなことが起きないように自家増殖を禁止するんだ。でも、これってちょっとおかしいんですね。なぜおかしいのかっていうのはまた後で説明しますけれども、これはですね、なんで自家増殖禁止するのかっていうそのロジック、その理由付けをちょっと説明したものなんですけども、現行の制度は、これ農水省によると、農家が自家増殖しちゃうから海外に抜けてってるんだ。つまり海外にこれ抜けて、盗まれてるのは国内の農家のせいだってことですよね。これ言ってるのはね。
だからこれを、禁止すれば海外には抜けていかない。農家のせいにされてるんですね。じゃあ本当にこれ農家のせいで、この、マスカットとかイチゴが、外国に流出したのか、その、証明というものは実はなされていないんですね。で、じゃあこれはですね、種苗法を変えたら海外に出ていくことが本当に止められるんだろうか。このことが問題になるわけです。種苗法を変えれば海外に出ていかないってことだったら、これは改正する意味がありますよね。しかし、残念ながらですね、これは農水省の担当部局、知的財産課が掲げている、ウェブサイトに掲げている文書なんですけども、なんて書いてあるかというと、こうやって海外への流出、持ち出しを、これを阻止する唯一の対策っていうのは、海外において品種登録することなんだよって明記してあるんですね。だけど、このシャインマスカットというのは、実は、これ海外で登録してなかったんです。それ考えると、これ海外で登録しておけばよかったんじゃない。これでおしまいになる話なんですね。なんで国内の農家の、この自家採取する種取りを禁止しなきゃいけないのか。これはかなり論理が飛躍していると思うんですね。で、こんなことが起きてしまっているんですけども、日本政府はこの種苗法を変えさせる、そのもう一つの理由として、こんなことも言ってます。種取りを農家が自由にできてしまうと、企業の意欲、企業が新しい品種を作る意欲を失ってしまうから。だから、これを禁止しなきゃいけない。つまり、せっかく新品種作っても、農家が次から次へと自分で増やしていかれたら、これはやっていけないよ。そんなふうに思ってしまう。だから禁止するんだって日本政府言ってるんですね。なんかそう思う。だったらこれやんなきゃいけないよねって思ってしまうかもしれませんけども、ちょっとこのグラフを見てください。はい。これは何かと言いますと、各国における都市ごとにどれだけ新しい品種を作ったか、登録したかってことを示したものです。日本は結構2007年は世界第2位の位置を占めてたんですけども、その後ぐん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 他の国、中国や韓国にも抜かれて5位に下がってしまいました。2017年には5位に下がってしまったんですね。ところがですね、日本政府は2015年以降、年間1000品種以上の品種登録をどんどん実現していくぞっていう目標を掲げていたんですね。これ考えますと、なんで日本は増えてないのってとっても疑問になりますよね。なんで日本では新しい品種が作れないんだろう。それにはいろいろ聞いてきますと、このような問題があることが見えてきます。何かと言いますと、予算がない。これ種っていうのは10年、作るのに10年単位かかると言います。果樹なんかの場合にはもっとかかると言います。だから長期間安定した予算が必要なんだけども、今の政府はなかなか予算ケチって出さない。そして今農村、これ、種ですね、種とか苗は生き物ですので、これを新しい品種を作るためにはそれを世話する人がどうしても必要なんですね。ところが今の農村、人がいないですよね。どん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 人がいなくなってきてしまってる。こんなこともありまして、そういう農業で、そういう品種改良をやっていこうという人材が十分確保できない。こんなことで今、種苗の現場は、育種する現場は大変な状態になってる。そんなことも聞こえてきます。そして第三に大きな問題ですけども、この作られた新しい種苗を買う農家が今どんどん日本の地域から減っちゃってしまってるんですね。これ買う人がどんどん減っていくとなると、新品種作っても買う人がいないと元取れないですよね。そんなこともありまして、今日本の種苗、育種というものは大きな壁にぶつかってる。それは何かというと、農村が今どん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 、まあ、疲弊してしまってる。もう人がいない限界集落、もう人がいなくなってしまう限界集落というものも問題になっている。農村を発展させなきゃいけないのに、そちらの方に向いてない。それが大きな問題となってしまっていて、日本の種苗が今一つ伸びてない原因はそこにもあるんではないかなというふうに言わざるを得ないと思うんですね。
こんなこともあって、実は日本の種は、増えていってないんじゃないかと考えられます。これ、種っていうものは、農業っていうものは、種を使う、側の農家と、種を作ってくれる、その種子企業の、これ、両方が、車の両輪なんですね。それが一緒に回っていかないとうまくいかないわけです。ところが日本政府はこんなこと言ってます。日本政府は、どんどんこの自家採取をできない品種を増やしてきちゃったんですけども、中でも、今回は、登録品種に関しては、まあ、在来種などの一般品種は、登録されてない品種はもう、自由に、種取れるんですけども、登録品種に関してはもう一律、これもう、自家採取を禁止する。これは日本政府は今世界中そうだからこれでいいんだよって言っているんですけども、ところがそのような例外のない一律禁止をしているっていうのは実は日本ぐらいしかないんです。EU でもアメリカでもこれは、これ、例外があって、例えばヨーロッパやアメリカの小麦、これはどの国でも自家採取禁止の例外として認められてるんですね。そしてヨーロッパでは小規模家族農家は許諾料を払わなくていい、そういう例外も設定されてます。ところが今回の種苗法はそういう例外も設定されてないんですね。この日本政府はまたこんなことを言ってます。今回登録品種の自家採取を禁止するけども、実は日本の中には登録品種はほんの一部しかないんです。登録されてない品種のことを農水省は一般品種と呼んでますけども、ほとんどが一般品種ですから大丈夫ですよ。ほんの一部 10% にも満たないような登録品種が、種が取れなくなるだけで 90% はこれまでと同じように取れますから心配ないですよって言ってるんですね。本当に 10% しかないかちょっと見ていただきたいんですけども、これはこの右側がその自家採取ができなくなる登録品種の例です。北海道で栽培されている品種で見ますとちょっと見てください。お米とか麦とか大豆、こういう品種ではどっちが多いでしょう。これ右側の登録品種と左側がこれ自家採取できる方ですね。自家採取できる方が少なくないですか。さっき農水省は自家採取できない登録品種は 10% に過ぎません、自家採取自由にできる一般品種の方がずっと多いですって言ってるんですけども、これ品種の数から見るとこれ逆になってますよね。で、これ沖縄の例です。沖縄では一番作られている農作物はサトウキビです。サトウキビ見てください。なんと9品種、みんな登録品種です。登録品種でないのは一つしかないです。つまり9対1なんですね。農水省は1対9だって言ってるんですけども、実際に沖縄で一番大事な、この品種はサトウキビ、それは登録品種が9対1の割合になっている。ちょっと農水省の言ってること、真実から遠いじゃないか、考えざるを得なくなるわけです。それから、農水省はこんなことも言ってるんですね。何かって言いますと、稲に関しては苗として買うと1600円、 10R あたり1600円かかりますけども、これがですね、許諾料、翌年農家の方が自家採取したいので許諾お願いしますって言った時には、この自県、つまり自分の県の農業者、農民だったら、2.56円、 10R あたり 2.56 円しかなんない。1600円と 2.56 円、こんだけ違うから、許諾料はとっても安いんだ、だから大した手間にならない、大した負担にならないよって言ってるんです。だけどこれにはちょっと問題があります。何かというと、今作っている稲っていうのは、ほとんどが、都道府県が作っている公共品種なんですね。民間企業じゃないんです。しかし今、日本政府は都道府県が作っていたものを民間企業に渡しなさい、民営化しようとしているわけです。そうなりますと、今は都道府県がやってるから安い許諾料で済むんですけども、じゃあ民間企業が握ったらこんな安いお金で認めてくれるでしょうか。これはそうならないと思うんですね。そういう意味でもこれはだんだん民間企業に渡れば渡るほど
これ値段が上がっていく可能性があります。民間企業によっては許諾は一切しない、毎回毎回種を変え苗を変え、こういうふうに言ってくる可能性が非常に高いんですね。そうなりますと農家の負担というものは毎年毎年どんどん上がっていかざるを得ないと思います。そして先ほどから言ってますけども、なんでこれ民営化されるのか、都道府県がちゃんとやってたらそれで一番安心だと思うんですけども、それが実は民間企業に移されようとしてるんですね。実はこの法律、農業競争力強化支援法というのがあるんですけども、これはいつできたかというと、この種子法が廃止されたのとほとんど同時に成立してます。どういう法律かと言いますと、8条4項にこういうことが書いてあります。つまり都道府県、国や都道府県が持っている種の知見、種の作るノウハウに関しては民間企業に提供しなさいって書いてあるんですね。そしてこの、法律に基づいて、2017年、この種子法が廃止が決定された年ですけども、農務省のトップはこんな、通知を各都道府県に送ってます。都道府県は民間企業が参入できるようになるまではあなたたちはちゃんと作りなさいね、だけどそのノウハウは民間事業に提供するように、つまりもうこれからは都道府県はもう終わった、民間企業に渡しなさい、こんなことを言ってるんです。そして今私たちが世界で考えなきゃ、世界で何が起きてるか、これを知らなければいけないと思うんですけども、実は今世界で大変な動きが出ています。それが始まったのは今から24年前、1996年、何が始まったかと言いますと、世界で遺伝子組み換え農業が始められたんですね。これ遺伝子組み換え農業が始まりますと、この赤い丸がありますよね。これがモンサントですね。これがバイエル、デュポン、シンジェンタ、ダウ、それからバスフという、世界には6つの大きな遺伝子組み換え企業があったんですけども、この遺伝子組み換え企業は、遺伝子組み換え農業が始まりますと世界中の種の企業、この青いのは全て種の企業なんですけども、種の企業を次から次へと買収していくんです。で、今どうなってるかと言いますと、世界の市場のなんと7割近くをたった4つの遺伝子組み換え企業がもう独占してしまってるんですね。ですからこんな形でどん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 民間企業に渡します、こういう政治が続いてきますと、私たちの都道府県がちゃんと私たちの税金に基づいてコシヒカリであるとか笹錦であるとか、そういうおいしいお米をちゃんと作って、おいしくて安全なそういうお米を作ってきてくれたんですけども、こういった品種がこういう独占企業、遺伝子組み換え企業などの多国籍企業に渡っていってしまう、そういう危険というものがもう本当に迫っていると言わざるを得ない、私たちの世界はそういった状況になっています。こんな中で今この種苗法が変えられようとしている。で、これがですね、これまでの種苗法はですね、この右上の図がありますけども、これが今の種苗法です。改正される前の種苗法です。これは何があるかというと、農家の権利、つまり農家が種取りをしていいという権利と、これ種を作った人の知的所有権、これを育成者権と言いますけども、この知的財産権、育成者権を、ま、この両方、農家の権利と企業、ま、種を作った人の権利、これ両方をバランスしなきゃいけないっていう考えで作られたのがこの種苗法です。これに対して今回の種苗法改正は、この農家の権利、自家増殖する権利を奪ってしまいます。こうしますとバランスが取れなくなってしまいますよね。ところが日本政府はここでバランス取ればいいじゃないって言ってるんですね。何かというと、在来種はこれ自由に、種取りしていいですよ、種も自由に取っていいですよ、というふうに説明してるんです。しかし問題がありますって言いますのは、こちらの右側の登録品種は種苗法という法律で守られてますけども、こちらの在来種を守る法律っていうのは今現在存在していないんです。つまり法律があるものと法律のないものがどうやってバランスできるかと言いますと、これバランスできないと思うんですね。これ裁判になったら、つまり農家が持っている在来種とこの企業が持っている、この登録品種、
これで裁判になったらこちらの方が勝つに決まってる、つまり守る法律がある、こちらは法律ないわけですから、そのような意味でこれはバランスが取れなくなってしまうと思うんですね。そういった意味でこの改正には大きな問題があると思います。それから次にですね、この種苗法改定が実は地域に存在している種や苗をなくなってしまう、そういう形に変わってしまう、つまりですね、地方自治体がやってきた公共事業としての、この種苗事業、これが民営化されてしまって先細りになってしまう、そういう危険が、今あると思います。これなぜかと言いますと、今の種苗事業っていうのは実は農家はあまりお金を払ってません。例えば、お金を1000万地方自治体がかけたとしたら、そのうちの200万ぐらいが農家が買って返す、800万ぐらい、あるいは700万ぐらいが赤字になってるんですね。だけどその赤字でも農家は優秀な、とても優良な種とか苗がもらえて、それで農家、農業を続けられる、そのことによって地域で頑張っていける、そうなりますと地域で農家が残っていける、経済が回っていく、そんなことで、地方自治体 収入も、税収も、賄える、そんなことで、地域が守られる、こんなことで今の、公的な事業として成り立っている、実はこの種苗事業に使っている予算というものは本当にわずかなものです。数千万で大体終わってるんですね。自治体の金額というと大体億単位なんですけども、この、種にかけている金額っていうのはそんな大きなものではありません。しかしその小さな金額で実は多くの農家を守ってるんですね。広い農地をこれで守ってると考えると、とても効率のいい公共事業と言えると思うんです。ところがこれができなくなる、つまりこれは農家が買って支えなきゃいけない、つまり税金を注ぎ込むんじゃなくって農家のお金で農家の負担にしていこうというのが今回の種苗法の狙いじゃないか、改正の狙いなんじゃないか、そういうふうに考えざるを得ないわけです。そうなりますと農家としてはどん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 離農してしまって、地域が休閑地が増えて、もうどんどん休耕地が増えていって、土地が耕す人がいなくなってしまう、そこに企業型の農園が出てくるかもしれません。そして地方自治体も税収が減ってしまうかもしれない。そして地方自治体は売れる種しか作れなくなる。なぜならばこれ民間企業と競わなきゃいけなくなるわけですね。民間企業と競っていくと、これもうどん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 民間企業に負けていって、もうこの回転この地方自治体のそういう種苗事業というものはどんどん痩せほど襲っていってしまうんじゃないか、そんなことが大変心配になるわけです。地域の食文化を支えていた種とか苗が消えていってしまう、そんなことをとっても懸念しています。それから今気候変動、とっても大変な状態になってきていると思います。この気候変動を考えるときに、実はこの種とか、種にっていうのはとっても、非常に優れた、性格を持っている。って言いますのは、このある土地に、植えられた、種は成長していく中で、その次の新しい種を作る、次の世代の種を作るときには、自分が経験したことをその種に伝えているってことが分かってきてるんですね。ですから同じコシヒカリであっても、新潟で作ったコシヒカリと茨城で作ったコシヒカリとは全く違うコシヒカリになっていくと言われています。つまりこの土に適合していくように変わっていくわけですね。でつまりこの適合した種っていうのは気候変動に対してもとても強い、わずかな水で育っていくことができる、そういった意味で土に合う、つまりこれその土で育っている種っていうものはそのような意味でとっても重要だってことが分かります。そしてこの今有機農業、今世界で大変なスピードで拡大しています。日本だけそれだけ拡大してないんですけども、これがですね、有機農業でもこの自家増殖っていうのはとっても大事なんですね。っていうのは日本では実は有機農業の種っていうのはまだまだ整備されてないんです。だから有機農業の種、有機で作られた種っていうものはほとんど売られていないのが現状なんですね。じゃあ今有機農家どうしてるかっていうと、
買ってきた苗を、買ってきた種とか苗を、自分の土地で植えて自家増殖することによって本当の有機の種というものを作れてるんです。だけどその自家増殖が禁止されてしまいますと、これ有機農業できなくなってしまう、それぐらいの意味があるんですね。日本の有機農業を、まあ、盛んにするためにもこの自家増殖というものはとっても大事になります。これ、まあ、有機農業の場合には在来種は使えるじゃないかっていうんですけども、この在来種という数は実際先ほど見ていただいたように、登録品種のが多いので、登録品種の自家増殖というものは有機農業にも大きな影響を与える可能性が非常に高いです。そしてですね、これちょっとショックかもしれないんですが、日本の食料自給率、これ 37% を割ってるっていうのは、先進国では日本ぐらい、これは皆さんもご存知かもしれません。そしてですね、今新型コロナウイルスの問題で、もう輸入ができなくなるかもしれない。あるいは気候変動が激化して、食料が輸入できなくなるかもしれない。そういう危険が今、叫ばれてます。じゃあ、どうやって、これ日本で、この自給率高くしていくのか。じゃあ、日本は、種とか苗は、どこまで自給してるのか、ちょっと考える必要があると思うんですね。お米に関しては、種子法があったために 100% 自給できています。しかし、種子法は米、麦、大豆しかカバーしてないんですね。野菜はカバーしてません。野菜はどれぐらい自給してるかというと、日本で取れてる種っていうのは 10% 程度だと言われてます。つまり9割は海外産なんですね。日本で作れてないんですね。ですからそのような意味で日本でどうやって今後地域で生産する種とか苗を増やしていくのか、これを一番考えないととんでも日本の未来は大変なことになってしまう。今そのようなことが言わざるを得ない状況なんです。で、これ種は自分たちで作っていく。この種子主権って言葉が最近食料主権とともに頻繁に言われるようになりました。つまりこの種子主権を持っていない、そういう国は民主的な社会作れないんだよ。こんなことが言われるようになったんですね。ところが日本は9割野菜は依存している。これは種子主権持ってると言えない状態なんですね。これを変えていかなきゃいけない。じゃあどう変えるのかなんですけども、この地域の種や苗を守るためには、やはりこの自家増殖の技術を多くの農家が引き継ぐ必要がある。発展させる必要がある。これを支援していくような法律とか条例が必要じゃないか。それから地域で今でも頑張っている種をや苗を作っている方たち、品種改良をやってる人たち、それから地域の種苗企業、これは海外の大企業じゃなくて地域の農家が作ったような企業、こういったものを発展させていくことによってそれを増やすことができる。家庭菜園や学校菜園、ここでは自由に、これ登録品種であっても使えますので、自家採取できますので、こういったところでどん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 そういう種作りをしていくっていうのも有効だと思います。そして学校給食を活かすことによって、地域で作ったそういった食材を作っていく。今世界でこういう動きが活発なんですけども、それを日本でもやっていく必要があると思います。で、実は日本でこの種苗法っていうものはどういうものなのかちょっと見ていただきたいんですけども、これ日本には例えば新しい新品種以外、これ以外にも登録切れした品種であるとか、全く登録していない品種、実はコシヒカリっていうのは登録されてない品種なんですね。そういったものも存在します。それから伝統的な種、こういったものもあります。こういった種のうち種苗法が扱うのはたった一番上だけ。これしか扱ってない。じゃあ、こういう日本のいっぱいあるはずの種を守る法律っていうのはあるのか？これを守るっていうのは様々な意味があると思うんですね。こういったものを守る日本の法律はあるかと言いますと、実は存在していないんですね。この問題は、実は今後私たちの生存とも関わってきます。って言いますのは、今世界で種が消えていってるんです。で、この、イラストを見ていただくとわかりますけども、これは1903年にはアメリカではスイートコーンは307品種も農家が作ってた。80年後の1983年どうなってるかというと、たった12に減ってるんですね。アメリカでは80年間で 93% の種が消えた。世界では75% から9割ぐらいの種が農業生産から消えたというふうに言われています。
この 94% ちょっと高いと思いますね。この数字ちょっとごめんなさい。消すの忘れてました。こんな形で、今実はですね、あと30年後には100万種の生物が絶滅する可能性が言われています。もう、絶滅期に今入りつつある。このような中で、農業の生物多様性をどう守るか、今大きな課題になってるんです。今も減り続けている。民間企業に任せてると、こういう多様性がどんどん減ってしまう。だから様々な農家がどんどん自家増殖して多様性を増やしていく。こういうことをしなければ私たちの生存がどうかなってしまう。そんな危険がある。そういう時代に日本政府はその真逆にさらに少なくさせるような法整備を進めているというのが今の現実だと言わざるを得ません。そしてこれですね。今昨年の10月から日本政府は解禁してしまったんですけども、何をしようとしているのかというと、ゲノム編集。これは最新の遺伝子操作技術、遺伝子組み換えとの新しいバージョンであると言わざるを得ないんですけども、これをですね、日本政府は、昨年の10月にもうオープンにしてしまいました。今は届け出さえすれば、届け出しなくっても実は、これ自由に栽培ができることになっています。これ、従来の遺伝子組み換えですと、日本政府に申請をして許可をもらわなければ作ってはいけないっていうふうになってるんですけども、ゲノム編集に関しては、届け出すれば自由にしていい。届け出しなくても罰則がない。こんな形で今自由に作れるようになってきてしまっています。こういうゲノム編集の種が日本の中で工作される、そんな危険が今出てきています。これを何とか止めなければ、例えばゲノム編集された、遺伝子操作された大豆がどん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 交雑していってしまうかもしれない。自分は在来の大豆作ってたつもりなのに、誰かが作っているこういう遺伝子操作した、された大豆と交雑してしまうかもしれない。こんな危険が今、私たちの、中に迫ってきている。そんな状況になってきてしまっています。これに対してどうやっていこうか。私たちの種を守らなきゃいけない。種を守る法律を今作ろう。実はですね、こういう動きは今世界中に広がっています。ここではアメリカで出たものですけども、アメリカでネイティブアメリカン種子保護法案というものができました。まだ法案のままで法律は成立してないんですけども、こういった在来種を守ろう。先住民族が持ってきた、守ってきた、これトウモロコシですね。こういう種を守ろうという法律ができてきてます。この動きは実は今世界中で大きくなってきてます。ブラジルでは2003年にそういう法律ができました。韓国では様々な地方自治体で在来種の保全、それから育成に関する条例、ローカルフード条例、こういったものが作られてまして、多くの自治体がこういった在来種を守る、そういう政策を進めています。で、EU でもこの有機農家の種を守る、その権利を守る方向へ変わり始めました。中でも韓国で進んでいるこのローカルフード条例っての楽しいんですね。何かと言いますと、地域の在来種の種取りを地方自治体が支援していく。どんな給食にしていくのか、それは市民が参加してローカルフード委員会を作って、その地域の食の方針っていうものを市民参加型で決めてる。そんな仕組みができつつあると、そういうことなんですね。こうすることによって、その地域の食の安全が守れる、多国籍企業に蹂躙されない、地域で安心できる、そういう食材がちゃんと子どもたちの学校給食、あるいは病院の食事、そういったところで使える、そういう状況が今作られようとしています。これは日本も、真似してもいいんじゃないかなというふうに思います。そして、この種子条例、これはですね、2018年になくされてしまった種子法の対策として各自治体が作り出している種子条例です。で今、ほぼ23件の道県でこの種子条例が成立しようとしています。つまり、例えば長野県は米、麦、それから伝統野菜含んだそういったものの種もちゃんと守ってきます。こういう条例を作ってくれてるんですね。このことによってその地域の種が守られていく。まだできてない県は早速これをぜひ作っていただきたいと思います。
地方自治体というのは、まあ、国が、なくしてしまった、そういったものを、補う、守る、条例を作って守ることができる、そういう存在になっていく可能性があると思います。ですから、こういったものができることによって、私たちの食の安全というものは、築けていける。今、種苗法は国会で審議されるかどうかわかんない。そんな危険な状態になってますけども、この、まあ、国会の審議で万一、この、自家増殖権が否定されるような種苗法になったとしても、これは、この種苗法、条例を作ることによって、県ごとに、都道府県ごとに、そういう権利を取り返すことも一定できると考えられます。そのような意味で、地方自治体、例えば、県議会の人、あるいは市議会の人たち、そういった人にも声をかけて、私たちの食を守ろう、そういう呼びかけをしていただければなと思います。で、今後、どうなるか、これ、昨日時点ではですね、種苗法改正は先送り、次の国会に先送りになったから、とりあえずほっとできたねってみんな喜んでたんです。ところが今日になって、それは単なる、まあ、嘘だと。今でも農水省や与党は、種苗法を変えようとしているということなので、これはちょっと書き換えなければいけないんですけども、次回、次の国会に向けてではなくて、今の国会に対して、この種苗法を改正しないでください。審議しないでください。今、コロナウイルスで農家の代表も、この参加できません。そんな中で、農家の、この、生活を握っている種の法律を変えてしまうというのは、やはり民主的ではないと思うんですね。ですから、それはしないでくださいという声を、ぜひ国会に向けて出していただきたい。それから、地方自治体から、そういう、請願を出すこと、陳情を出すことができますので、国会に向けてそういう意見書を出してもらうことも、これまた非常に重要なことです。6月には様々な議会が開くと思いますので、そこでそういう請願、陳情を出していただけると、国会に対する一つの圧力にもなります。そして将来的にはですね、自治体が持っている種苗資源、長野ですと様々な資源がこの長野県が作ってます。お米だけじゃなくて お米、大豆、麦、それから大麦、からす麦、からす麦があったかな、それからあとですね、蕎麦も作ってるし、あと、まあ、種子法ではの、伝統的な野菜もこれ守るということを言ってますので、そういった資源をしっかりと民間企業に渡さないで公共財産として守ってくださいと、そういったことを県議会がまあ、宣言してくれる。あるいは、長野県が作った種に関しては農家の方は、自家増殖していいですよ。こんなことを宣言してくれれば、長野県の農家は守ることができます。そういった意味で、ぜひそのような働きかけをしていただきたい。そして、長野には様々な在来種が存在していると思います。その在来種をぜひ生かすことを考えていただければなと思います。で、まあ、イメージ的にはこんな感じですね。国よりもやはりこの地方自治の中で、このような形でもう様々な、もう領域を超えた人、学校関係者とか、議会関係者、あるいは政教の人たち、農協の人たち、あるいはレストランの人たち、そういった人たち、あるいは市民菜園やってる人、家庭菜園やってる人たち、そういった人たちが協力しながら、これ、この種を、地域の種を守っていく。そして、できれば、シードバンクを、地域のシードバンクを作ってほしい。シードバンクがあると安心して、この農業が展開できます。そのような形ができていくと非常にいいと思います。まあ、すいません、長くなりましたけども、僕から話すことは、これでおしまいにしたいと思います。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。どうも、医薬、智也先生にいろいろ分かりやすい説明ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、まあ、今の、種苗法の問題点などもいろいろ、教えていただいたんですけども、まあ、今一番大事なのは、まあ、種苗法は、新品種の種を、についての、その、法律だということで、在来種を守れと、そういう提案があったと思うんですけども、はい。その辺はやっぱり、まあ、有機農業ということが今、全体の流れになる中で、はい。日本だけは少しそれが遅れてるんじゃないかというお話だったと思うんですけども、はい。
まあ今提案された中で一番こう、すぐできることっていうのはやはり、どんなことでしょうかね。まあいろいろあると思いますけども、いろんなレベルだと思いますね。例えば、ベランダがある方は、ベランダで、在来種を、まあ、生かしていく。そういうこともできると思いますし、まあ、自家採取していくっていうのも一つの方法だと思いますし、やはり、実はですね、今日は時間がなかったのでお話できてませんけども、実は今、はい、食による健康被害っていうものが、もう世界中に広がってるんですね。例えば、子供たちのアトピー、あるいはアレルギー、これ自閉症、こういったものもですね、実は食と大きな関連があるというふうに今考えられています。ですから、そのような意味で、これを食を変えていくことで、こういう健康を変えていくってことは実はできる。これ、まあ、子供たちだけじゃなくてですね、今お年寄りの認知症、これも激増してます。これも実は、この食と大きく関わり合いがあると考えられます。まあ、そのような意味で、このようなですね、食を変えていくっていうことは、今本当に非常に重要な時期に来ていると思います。そのような意味で、この今、そういう安全な食を作ることができる、その大元は種なわけですよね。だから、学校給食、ちょっとこれまずいんじゃないのというふうに思うところがあったら、ぜひ声を上げて、学校給食を変えていくような動きを作っていただきたい。学校給食はどっから来ているの？ちゃんと長野の地域産の食材使ってるの？そんなこともね、実際チェックしてみていただいて、これどん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 地域産の食材が使われていけば、長野の経済も上がってきますし、いろんな波及効果もあります。まずはこういう、まあ、問題を、今本当に食の問題、これどうしても種の問題というと、農家の問題と思ってしまう人が多いんですけども、一番これ、やばい状況にいるっていうのは僕はむしろ消費者だと思うんですね。消費者が一番危ない状態にある。農家の人は土地があれば何とかなります。だけど消費者はそれ持ってないから余計に大変なんですよね。だからそういった意味で消費者が声を上げるってことが大事。種苗法をちょっと審議待ってっていう声をぜひまず上げていただきたいですね。その後に、例えば学校給食を変えていくとか、あるいは長野で種をどんどん増やしていくためには何をしたらいいか、そういった議論を進めていっていただけたらなと思います。なるほど。まあ、種子条例っていうような提案もありましたけども、まあ、県、それ要するに公共事業で今までいろんな種をこう守るための、新しいものを開発していたものが、ここで民間に引き渡せてしまえば、すべてその知見というか権利の持ったその種になってしまうと、はい。そうするとお金払って作る。で、それは、ほとんどが、要するに、ゲノムとか、遺伝子組み換えのものが多くなっていくってことですよね。まあ、今のところ、そうなるには時間かかると思いますけども、残念ながら入ってくる可能性っていうものは極めて高いと思います。ですから、もう入ってこないようにしっかりと守りを固めないと大変だなと思いますね。もう買った苗は、もう、そのさっき言ったように9割型、そのゲノム組み換えっていうんですか？そういった人工的なもので作ったものになってくるってことですかね、今後。まあ今、例えば日本に輸流される、家畜の餌、これはもう、97% ぐらいが遺伝子組み換えになってます。で、まあそのような意味で非常に多いわけですね。はい、日本人の食は、例えばお米は 100%、まあ普通のものですから、こういうところはまだ大丈夫なわけですね。だそういった大丈夫な部分をしっかりと、はい、もうがっちり守っていかないと、もうどん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 そういったところにゲノム編集が入ってきてしまう、そういう危険は十分あります。特に今一番あり得るのが、飼料米ってありますよね。飼料米つまり餌にするお米。ああはいはいはい。それにゲノム編集したものを使うとかね。あるいはコンビニとか、そういう外食のお弁当。あれは安いお米が使われるんですけども、そこにゲノム編集のお米が入っていく可能性は、なきにしもあらず。今すぐ起きるとは言いませんけども、起きる可能性は、ここ数年の間に起きる可能性は、ゼロとは言えないですね。今のところ、ゲノム編集は、例えばトマトであるとか、あるいは大豆油とか、
そういったところから入ってくると考えられてますけども、これがですね、海外、アメリカで作って日本に輸入されるっていうのがまず一番のパターンですけども、残念ながら日本国内でもゲノム編集の穀物が栽培される可能性は僕は十分にあると思います。ですから、それに対して私たちは十分準備をしなきゃいけない。そうならないように守らないと大変なことになってしまうんじゃないかなと思います。小規模な家庭菜園的なその農家っていうのがやっぱり日本の場合多いと思うんですよね。はいはい。三段農業っていうんですかね。はい、はい。でも、まあ方向性としては今なんか法人でこう農業をやろうっていう動きがあると思うんですよね。はい、そうですね。はい。そうなってくると当然その知見のある苗を買えとか、使用料払えとかそういう風になってきますよね。はい、まあそうですね。そうすると、はい、そうするとその、まあ結局どっちが得かって話になっちゃうと、はい。まあ在来種を作るよりはそういった決められたものを作ってた方が、まあ高く上がりますよね、やっぱり。必ずしもそうじゃないんですね。あ、そうです。例えば、お米で言いますと、例えば、三井光、とか、三井化学とか住友化学が、お米作ってるんですけど、お米の種もみ作ってるんですけども、これは、三井光とかスーパーで見ます？いやー。ないですよね。ないですね。これは、スーパーでは売ってないです。つまり、皆さんが自宅で、炊くときは、やっぱりコシヒカリとかね、そういうもの買うわけですよ。ユミピリカとかね、美味しいお米買うわけです。で、その三津光とか、つくば SD とかいうのは何かっていうと、これは多収米、つまりいっぱい取れるってことが売りなもので、何かっていうと、安いお米なんですね。だから、安いお米になると、まあ、コンビニとかで使いたいってことで作られるわけですけども、農家の側からすると、安くしか売れないお米を作るメリットってあんまないんですよね。ああ。だから、そういったものは、なんて言いますかね、民間企業がそういったものしか持ってないところではあんまり怖くない。農家の人も作りたくないから今増えてないんです。種子法を廃止して民間の品種を増やそうとしたけども、民間企業が持っているのは、そういうお米ばっかりなので、あんまり魅力がないんですね。だけど、今度、都道府県が持っている美味しいお米が民間企業のもとに行ったら変わっちゃいますよね。ああ。なんか、それがどん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 高くなっていく。そういうふうに変わってきます。だから、今は地方自治体がちゃんと持ってるから守られてるんですけども、これを民間企業に譲り渡してしまったら、もうこれ大変なことになりますよね。どん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 私たちのお米が高くなっていく、そうになっていくと思います。長野県の場合はどんな、その何か守る方向に行ってるんですかね。長野県は日本で一番いい条例を作ってくれましたね。長野の市民、あるいは長野の場合農家の方たちが相当頑張って、何度も何度も学習会をやって、種子条例作ろうってことで頑張って、これは県庁の中の人も一緒に頑張ったんですね、そういう市民と一緒に。それで、日本で一番画期的な種子条例を作ってくれました。大体種子条例って言うと、米、麦、大豆しかカバーしないんだけども、これ、長野だけは、蕎麦も入ってます。雑穀も入ってます。それから、この伝統野菜も入ってます。日本で一番範囲の広い種子条例を作ってくれたということで、一番、頑張ってくれた。しかもですね、県とこの市民団体が手を携えて、ボトムアップで、市民参加でこういったプロセスを作っていったということで、長野の取り組みは画期的だったので、この種苗条例の方もですね、多分画期的な取り組みがやっていただけるんじゃないかなというふうに期待しております。国の方から怒られないんですかね、それは。これは大丈夫ですね。今、自民党の方たちと話しても、あるいは農水省の方たちと言っても、この種子条例どう見てますか？とっても大事ですっていうふうに言ってますね。おだから、長野県は本当に模範的ですし、それで長野県に対してなんか攻撃があるとかそういうことはないですので、これはやはり長野県がやるべきことをやったってことで、やはり誰もが認めざるを得ないんじゃないかなというふうに思います。なるほど。あとその、まあ、食育というか、まあ、当然口に入るもんですから、健康にも影響してくるということで、はい、そうですね。先ほど、まあ、小さい子供さんとかに直接影響ある学校給食にこう、はい、いろいろこう、
地域ぐるみの参加で、はい、そのローカルフード条例みたいなのを作った方がいいんじゃないかっていう、はい、まあ、他国の、まあ、例ではありますけども、その辺はどうでしょうか？はい、それはとても大事だと思うんですよね。例えばですね、今、給食費を安くするために、例えば安いパンを使ってる。安いパンっていうのは、大体アメリカとかから輸入した輸入小麦で作ってる。ところが、この輸入小麦には、モンサントの、ラウンドアップ、そういう危険な農薬が使われてるんですね。だから、だからそれを食べると子供の腸内環境を壊してしまって、アレルギーとか自閉症、それにつながっていく可能性が今指摘されているんですけども、ところが、そういったものが今安さを求めて、学校給食で使われてしまう。こうなりますと子供の未来っていうものが奪われてしまうわけですよね。それに対して、国産小麦を使おうよ、あるいは県産小麦を使おうよ、こういうことを言っていくと、これは、この子供たちの未来守れます。でも、それをするためには、給食費上げずにやるために何が必要かっていうと、県がお金出さなきゃいけないんですよね。うん、で、県議会も動かさなきゃいけない。そのような意味で、これは様々な人、学校の人だけじゃなくって、お母さんだけじゃなくって、その、県議会の人も入ってくれる。それから、まあ、県知事もそうだし、そういった様々な人がそういったことを一緒に議論して、あ、これは長野県のために必要だねってことになると、それが実現できると思うんですよね。その意味でも、そういう元の、この仕組みを作るっていう意味では、この、ローカルフード条例っていうのはとっても役に立つ、仕組みだと思ってます。ですから、ぜひローカルフード条例ね、勉強会とかやって、はい、実現していってほしいなと思います。そうですね。まあ、今回新型コロナウイルスの影響で、まあ、延期っていうことになったんですけども、まあ、国としては年内ぐらいには、もう一度、っていうことでしょうかね。いや、違います。だから、そういうふうに報道されたんですけども、その報道は単なる報道であって、根拠はなくって、自民党は今国会で成立させるってことで、来週にも審議やって決めてしまうってことを言ってますね。おー。農水省も決められてしまえば。そうですね。決められてしまう可能性がありますので、ですから、皆さんの声を国会にぶつけてほしいんですね。例えば、長野県選出の議員に、ぜひ頑張ってくださいと、応援する、これ、守備予報の審議させないでくださいとか、あるいは、他の、長野県出身じゃなくてもいいですから、農水委員会、衆参、両方ともありますので、全部で何十人、60人ぐらいいると思いますけども、その人たちにファックスとか電話を して、ぜひこれ審議しないでくださいと、そういう声を出していただくのがとても大事かなというふうに思います。まあ、この時期本当に新型コロナウイルスのせいで、こう集まったりとか、いろいろ皆さんの意見を聞き合う、こう、場を設けることができない。はい、そうですね。そういう意味で、まあ、こういう、ビデオ会議みたいな形になってしまうんですけども、はいはいはい。まあ先生みたいにこういう、まあお話ができる方ってそうなかなかいらっしゃらないと思うんですよね。それで、まあもし希望があったら、また先生、お話できますかね。していただけるなんて、はい。可能は、性があれば、できると思います。はい。じゃあぜひその時またお願いしたいと思います。はい。今日はわかりやすいお話、はい。ありがとうございます。はい。